はい、えー、皆さん、こんにちは。d z テイチフィナンシャルスタジチの和田です。えー、ただいま7月18日の火曜日ですね、午後の2時7分ぐらいになりますけれども、SBIFX ニュース、始めていきたいと思います。 昨日はですね、東京税が休場という形で3連休になりました。アジア時間はですね、東京税不在の中であまりですね、値動きありませんでしたけれども、一旦欧州時間入りますと、どれにですね、一旦下値を試すんですが、下値も限定的に終わりました。その後はニューヨーク市場入りまして、アメリカの強い数字を受けてですね、一旦また買い上げられるという形になったんですが、その後はまた再び引けにかけては戻り売りに押される展開。そして今日の東京市場に関しましてもですね、138円台での おお、レンジ相場がまだついているという形となっています。そこらへん、もう一度ですね、詳しく見ていきたいなと思います。 はい、えー、こちら見てもらってます動画昨日1日としてのです、ね、ドレーの5分チャートという形です、えー。こちらですけれども、アジア時間は東京税不在の中で138円60あたりをですね挟んだもみ合いがついたんですが、欧州税、本格的に入ってきますと、日経平均先物ですとか、あと欧州株の下落ですね、こういった中でリスクオフ的な動きから一旦は下値を試すという形となりました、ただ138円ちょうどまで値を下げた後その後は再びですね下値を切り上げるという展開となっています。 そしてニューヨーク税が入ってきますと、こちらですね、ポーンと買い戻しが進んだんですけれども、こちらきっかけとなりましたのが、7月のアメリカのニューヨーク連銀製造業景気数ですね、こちらが予想がマイナスの3.4のところがプラスの1.1、相当強い数字という形となりました。もともとですね、このニューヨーク連銀の製造業景気数というのは、かなりブレることでですね、有名な数字であるんですけれども、やはりです金利隣センステムですね神経質になっている中で、こちらに反応したという形です。 そしてそれに加えましてイエレン財務長官ですね、こちらの方も G20 インドで今、今日,今日ですね最終日を迎えることになっているんですが、G20 に貸し付けする中で発言が伝わってきています。米国のリセッションは想定していないと あと、米景気は減速したけれども、労働市場、非常に力強いというようなですね強気の発言等が出る中で、こちらもドル買いを後押しという形となりました。アメリカの長金利も10年差り回りで3.7676%まで低下していた10年差り回りが、3.8343%まで、一時プラスに転じるような場面があったんですけれども、この上昇につれて、ドル円も138円ちょうどから、 139-41まで一気に買い上げられるという形となりました先週末の14日の高値が9円の16ですねここら辺だったんですけどもここを上抜けましたね一旦139-41まで高値を更新という形となっていますただその後はニューヨーク時間午後になりますと上昇,、えー、上昇に転じた、えーですね、アメリカの10年差ありまりがまた再び低下するにつれまして、えー、ドル円も138円の61まで下押しをしてニューヨーク市場を引けると、えー、こんな形となったわけです です そして今日の特 o 市場ですが見てくださいこちらです。今日はですね連休明けということもありまして本邦税ですね実需の買いが先行したほか、あと日経平均ですねより近か320円を超える大幅な上昇となりました。このえ株価の上昇等も手伝いましてドル円一旦は上値を試すんですけれども138円の急にまでちょっと中短波のところですね頭を押さえられましたねえ。その後は株価が一時先ほども話してますように下落に転じる中、アメリカの長期金利午後になりまして、ね。 1>, 1ベースか2ベースほど、今も10年り回りで3.78、73%、2ベース近い低下となっているんですけれども、やはりこの近隣の低下につれる形ですね、ドル円も138円の先ほど3級の本日安値、ね、をつけるという形となっています。まあ、ただ、今日のの年号からしますと、買った分を売っただけというような状況ですね、昨日からの動きから比べますと、なかなかです、ね、狭いレンジの中での今、あもみ合いになっているということが分かります。 こちら、足のチャートで確認をしましょう。 で、冷やしのチャートを見ますと、ちょっとですね。まあ、違う動きが見,見られるというところなんですけれども、こちら見てください。実は先週末からかなり重要なところですね。で、えー、マーケットをですね。新ケースな展開だということはわかります。一目雲の上限ですね。昨日も本日も同様に。百三十八円の四丸にですね。一目の雲が、あ、位置しているんですね。ですから、今も、この雲のところを抜けれるか、抜けてくるのか、それとも維持できるのか、サポートされるのか。まあ、終値ベースで判断する必要がありますけれども、非常にこういったところが、ね。 ポイントになってくるというところでしょう先日は先週末の東京時間です、ね、14日の東京時間に137の25まで突っ込んで打ってはみたものの200日大金銭の137の09本日は137の03なんですけれどもこういった重要な長期的なです、ね、サポートに支えられまして買い物しのを機になりました先週末はミシガン大消費者大度指数の速報値が強い数字そして昨日はです、ね、エンパニューヨーク連銀製造景気数が予想を上回る強い数字 こういった中でですね、下値も切り上がってきていると、こんな状況ですね。まあ、ですから、下サイドも昨日の安での138円ちょうどですとか、先週末の安で137の2以降、200日の137の丸3といったあたりがですね、当然のように下値の目処。 そして先週,先週の末からです、ね、木曜日からずっと今度は高値も更新中なんですね。まあ、ですから、こちらもです、ね、先週末の高値は9円の41を上回ってくれるかどうかというのはかなり重要になってくるというところだと思います。まあ、こちらはです、ね、大,大幅に上回ってくるようですと50日大金支140円の2級ですとかです、ね、あとは12日の高値ですね、こちらになります。12日の高値が140円の3級、こういったところ。 あとはもう少し上になりますと、転換線の140円の給力や、基準線の141円の16ですね、まあ、こういったところがポイントにはなりますけれども、いずれにしましてもです、ね、直近では一目雲の40のところがポイントだということになってきています。 はい、えー、それではユーロドル、こちらも冷やしのチャットだけで確認しましょう。何度かお話していますように、ユーロドル、先週はですねアメリカの CPI や PPI が非常に弱かったというところで、来週の0.25%利上げはほぼ織り込み済みですけれども、こちらの利上げを行った後2回目のもう利上げはなくなったんではないかと、こういったですね見方がですねかなり強まってきている中で、先週は全ドル全面安という形となりました。そういいったた流れれの中ででユーロドルもですね非常に重要されていました4月20 6日の高値こちらが1.1095だったんですけれども、こちらを一気に上抜けてきたとこんな状況なんですね。そして、えー、昨日もですね、やはり高値を更新はしてるんですが、ちょっとですね値幅が細ぼってきているとこんな状況です。昨日も1.1249の高値をつけましたけれども、今日もですねアジア時間、先ほど今,今高値をつけてますね、1.1258の高値をつけてるんですが、まあ、果たして、えー、こちらですねさ、えー、こちら上値をか 確実に更新していけるのかどうかこちらがポイントになってくるというところでしょう一方で下サイドは昨日の安値が1.1204なんですけれども実は先週末の安値も全く同じとこですね1.1204とつらわせに終わっていますですからやはり1.12のところでしょうね、えー、ここの大台を維持できるかどうかというところがかなり注目に集まるということになりそうですはい、えー、それではですね今日予定されていますものの経済指標ですねこの後確認をしていきます はいえー、こちら見てもらってますのが今日予定されてますものの経済指標なんですが5時にビル・ローラ・フランス中銀総裁の講演ですねそしてニュ、えーヨーク市場入ってきますと9時15分6月カナダの住宅着工件数そして9時半が6月カナダの消費者物価指数 CPI こちらは重要になります。 同時刻に6月カナダ、高工業製品価格と原料価格指数、そして今日一番重要になりますのが9時半、6月のアメリカの小売売上げ高ですね、こちらが予定されています。10時15分には6月アメリカの高工業生産指数と設備稼働率、11時が7月全米ホームレター,ー協会が出します NHB の住宅市場指数と5月のアメリカの企業在庫ですね、こちらが発表となります。そして同時刻11時にはバー FRB 副議長が講演を行います。明け方 5時には5月台北証券都市同行そして先ほどからお話ししてますようにインドで行われています g 20財務大臣中央銀行総裁会議本日最終日を迎えるという予定となっています、まあ、いずれしましてもですねまあ,あバー frb 副議長の講演に関しましては本日もすでにですね今週から来週行われます fmc を前にしましてもうすでに、えー、ブラックアウド機関に入っていると いうところですので金融政策に対しての発言ができないことになってますねですから今日の講演ではそれほどですね政策に対する発言は期待できないということでしょうそれよりもアメリカの交流売上高等を受けましたアメリカの金利動向今もですね金利が2ベースほど低下する中でドル売りになってますけれどもこういったところがですねまた続くのかどうかこういったところの方が重要になってくるというところだと思いますいずれにしてもドル円の方ですが今安値を更新中です138円の3円4まで値を下げて います昨日安寧、安いの138円ちょうどですねこういったところがポイント、そして先ほどからお話してますように、終わり値ベースになりますけれども、138円の40という一目雲の上限ですね、こういったところが、えー、終わり値ベースでどの、えー、レベルにあるのか、どこのところに位置するのかというところですね、えー、こちらもポイントになってくるというところだと思います。あとは日経平均の先物の動向や金利動向、えー、こちらをですね、えー、きちんと見ていくということになりそうですそれでは今日の解説をおい,いたします。